はいどうもはい、楽しみしバーの時間ですよ、今日はね。吉野家です。吉野家です。こっち食べたことない方です。この間は新味豚丼、ああこうなってるんだ、へへへ、ちょっと面白いな。なぜでしょうか、こんななってるんだ。新味豚丼とうな丼です。新味豚丼とうな丼、あ、違う違う、新味豚丼じゃない、これは牛カルビ焼き丼、牛カルビ焼き丼だったかな。それとうな丼です。あります。うなぎこんななってんだね。まあちょっと食べていきましょうか。カルビの方からいきましょうか。カルビの方から、その方が炭酸水です。カルビの方からいきます。初めて食べるはず。食べた記憶はない。今までに食べたことがあるっていう記憶はない。ないです、ないです。楽しみです。潜伏つけてるから飛びそうです。いただきます。あ、ネギも結構、あ、これは本当にいい香りだな。これは本当にいい香りだね。前にも言ったかもしれないですけど、ちゃんと人通りの少ない道を通って、青そうだなと思ったらちょっと避けて違う道にそれてって言って自転車こいで行って、青そうだなってそんな多いってこともないけどね、もちろんこいで行って、離れたところからちょっとお店の中を覗いて、人が 2,3 人いるようだったら入るタイミングをずらして、もうちょっと待ってようかなって外で待ってたりとかしながらしてテイクアウトしております。ただもうお店そんなに混んでないです。どこに行ってもそんなに混んでないと思います。まあ僕は動画を公開するタイミングがバラバラなので、この動画を公開する頃にはもうめちゃ混み状態になってるかもしれないですけど、うん、うん、うん、だって口に入れる前から香りがいいんだもん。あ、おいしいね。いいね。いい、これは美味しい。なんかついておりました。コチュジャンかなんかでしょうか。コチュジャンじゃない、コチュか。そういうことだな、こっちゅうだな、確か。ごめんなさい、今頭の中で弱い者たちが幽霊、さらに弱い者を叩くっていうのが流れてきて流れてきてしまいました。ラーメン食べに行っても、ご飯を食べに行っても、テイクアウト、バンバンしても、言われない人は言われません。何も。うん。うん。ああ、いいね。おいしいな、いいぞ。すいません、興奮しちゃいました。これはおいしい。うん、
やっぱ牛いいな。カレーも吉野家ね、カレーもうだいぶ前からやりだしたの。美味しいって話ですから。食べたいなとは思ってますけどね。あっという間だね。あ、止まった。忘れてた、せっかくくれたのに。まあいいか、今度なんか買ってきた時に使おうか。で、これが吉野家のうなぎですよ。前にも食べたことあったと思うんだけどね。こんな風に細切りうなぎたちになってるって記憶がないな。なんだろうな、これこういうもんですか、これ。たまたま僕のだけ。うん、うなぎ、うん、うなぎ、うん、やっぱうなぎだね。うん、やっぱ美味しいよ、どうやったって。なぜこの細切りになるか、ちょっともう一回頼んでみたくなってきたな。あ、変な音だ。山椒です。もう一回頼んでみたくなった。この山椒はいい香りだ。この山椒いい香り。毎回こうなのか、細切りうなぎになってくるのかな、これ。どうしてもやっぱ割高というか高級品だからあれだけど、こうやってさ簡単に買ってきて食べれるのはこれありがたいね。楽、自分でやるっつったらさ、やっぱ家の中匂いもあれですし、非常に楽。細切りは、細切りうなぎなのは毎回かどうかはちょっと分かんないけど、美味しかった。吉野家牛カルビ丼か牛カルビ焼き丼か、ちょっと忘れたやつと、あとうなぎ丼、
今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃどう。